二つ岩は大名人です。丹三郎という狸が祀られていると聞いております。うわ、鳥居がすごい。わあ、木造の。これ、傘木がなくなったのかな。いや、簡単に拡張でこしらえたような鳥居ですね。うわ、すげえ。川崎市とか三浦、いろんなところの人が鳥居を奉納してますね。わ、低い低い。頭ぶつけそう。あ、これ綺麗。 KT 工業。うわ、まだある。うわわわわ、すんごい深い。この辺はもう朽ちてますね。はあ、やっとちらっと拝殿らしきものが見えてきたよ。おう、あら、危ない。頭をこすってしまいました。おお、怖い。虫の飛ぶ音は怖いね。おお、お手洗いとかね。あるようですよ。お地蔵さんもあります。到着。ここ入りますと、こういう炭を、いや、炭ストーブですかね。読めるかな。おこもりをなされるお方は、ヤグを自由にご使用ください。二つ岩境界所っていうんですけどね。お布団が、ああ、見えないですけども、お布団がね、積んでありますよ。そしてさらに進むと。ああ、すごいな。ただあそこの布団はちょっともう湿ってそうでねえ。沢の音がするね。で、ここがようやくのですか。出入り口書いてあるんですね。千羽鶴がここですね。